今から動画を作るのじゃなくて、作り終わった後の片付けしたんですね。まあ、使った器をね、全部こうして一回ちゃんと拭いて、こうやって干しといて、明日また定置にしまうんですけど、初めての YouTuber のゲストの方が来られましたね。オリ・後藤さん、ビート・ナイトさん、この2名の方がここに来てもらって一緒にそば打ちをしました。お二人ともね、そば打ちは初めてだったんですけど、とても刺激的な料理動画の日になりましたね。動画をね、今から見てもいただきますんでね、まあ2人でこうやりつつ、僕が教えつつ、悪戦苦闘してる様子とか、どうやって実際にあの映像が作られてるか、結構ね、僕はね、そっちの方がね、見ててすごい楽しかったですね。まだ僕のやつの動画を見つつ、お二人のも見られるとね、ここで3人でやってたっていうのがトータルでね、皆さんも分かるんじゃないかなと思います。じゃあ僕はこれで一旦片付け終了ですね。はい、お疲れ様でした。後藤家の食卓スタートです。ガラつきの実ですね。こちらガラを取ったやつですね。ガラを取って、こいつを混ぜ合わせて、でこれを今からシュープで、これできてるんだ。すごい。すごいね。いいね。かっこいいね。うん、おお。右腰に伝わってくる。ですね。おお。いい感じが。そう。伝わってきましたよ。そう。これ感じながらやらないと。なるほど。早すぎても空引きしちゃう。なるほど。まあ、遅すぎても時間かかるし。なんとなくこの噛んでる感じの指が。めくれてってるのどことじゃない、うん、感じがします。石が感じましたけど、感覚があってるのをこうして、出てるね、これで。なるほど、なるほど。引いたね、引いた粉をふるいにかけてるところですね。僕らは長年もふるいにかけられた方ですけれども、今回はそばをふるいにかけると。うまいこと言った。今なんかうまいこと言った。おうん、これを使ったわ。しながら今勇気をいただきました。そばの人生と一緒ですわ。なんか今俺料理から人生を学んだ気がした。一瞬早いやん。そういうのを学べるのが、完了ですね。完了です。はい。できました。できました。先生のデモ。もうバッチリだね、先生。覚えた、お父さん。覚えた。そうそうそう。それで。あ、やっちゃった。結構先生的に。はい、そこ。絶対ほら、料理が好きだから。本当に感謝。
めっちゃむずい。いいよ。スプーンとの戦いかな。めっちゃむずいこれ。難しいねやっぱ。めちゃくちゃ難しいですねこれ。え、これやってるの？あ、いいじゃん、そのうちいいですよ。的にはもう初めてそこまで動けば、本当に上手ですね。おぉ、どう？決まった。だけどこっちからの方が良かったかな。あ、これはこれでいいよ。派手に。そこそこ。お、いいね。派手に。まあ、流れでやったらかっこいいけど、やれるとか。いいわ、こんないい感じにいった。ラーメン。いいじゃん、いいじゃん。やばい。でもこんな硬くなっちゃうんだ。全然浮いてこねえよ。あの、ふわーってやつないよ。やっぱないよ、こりゃ。よし。おもちゃちょっと入れるわ、ちょっと。よし。太いな。ちょっと。いただきましょう。はい、いただきましょう。いただきます。はい、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。先生のからいただいてみよう、ちょっと。そうですね。もう。美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、あと月曜のそば最高。はい、そんな感じでね、今日撮影しました。
どうでしたかね。ね、皆さんと動画の撮影の裏が見れて楽しかったんじゃないですかね。実際に会うとね、やっぱりイケメンですね。人気が出るのがよく分かりました。2人の動画もね、またこのように2つ出てますんでね、お二人のチャンネル登録とね、今回の動画の様子また見比べると面白いんじゃないかなって思います。それではまた次回の動画で。